はようございます。おはようございます。ジャスト株式会社関間正義です。今日はですね、ちょっと夢で見た話をするんですけど、はい、今日いや黒い羊を追い出すなっていうテーマなんですけど、はいはい、あと醜いアヒルの子を追い出すなっていうテーマです。はい、で、そういう話なんです。はい、何の話ですか。で、これちょっと話は変わります。はい、これ企業のマトリックス、事業のマトリックスなんですけども、はい、将来性のある事業、はい、縦軸将来性、上あるなしね、収益性、こっちが、ある、はい、なし、はい、でそうすると大体事業ね、新規事業ってシンデレラから大概始める、はい、可能性はあるんだけれども収益性低いよね、うん、それで成長して花形、はいになって、でそれが宣伝しなくても儲かるようになる、金のなる気になる、うん、でやがてそれが衰退して負け犬、はい、いや儲かんないしもう将来性もないような事業になるね、うんうん、まあ大概こういう流れになって、はい、で大概はの事業サービス商品というのはそういうライフサイクルがあるので、うん、調子のいい時にシンデレラ事業をどんどん起こして、はい、やっていくと、こういうサイクルを何個も作ると企業って長持ちしていくよって話をしたんですけど、はいはい、でこのシンデレラ事業、ね、を起こせる人って、はい、実は少ない、うん、これ特別な才能が必要になる、うんはい、でここら辺の人はここら辺をやれる、要は今ある事業をもっと成長させる拡大する能力ってあるのは、うん、大概の人はできる、うん、金のなる木をマネジメントするっていうのは、うん、誰でもできるっていう、うん、ある程度能力があればできる、はい、これはなんとも言えない、うん、なんていうかな、はい、数字では表せないもの、はい、勘とか、うん、動物的な勘とか勇気とか、はい、うん、そういうなんか鍛えられないものを持ってる人間なんだよね、はい、ここにいる、うん、でこの人間ここができる人間ってどういう人間、どういう人間、うん、想像力がある。ある。あとは、なんて言うんでしょう、その時代の流れが分かるというか。分かる、うん、はい。とか、そういう人間って、はい、例えば10人のグループがいたらどういう存在？ああ、いや、なんて言うんでしょう。一人だけなんかおかしなこと言ったりとか、そう、この人だけにしか見えないものって言ったら、だ変わり者とか、はい、そうですね、そうで結構理屈っぽかったり、はい、で骨が結構ね扱いにくい骨があったり、はい、これ扱いにくいんだよね、うんうん、でここでこの才能ができるやつっていうのはまあなかなかそういう目で見られちゃう、はい、で、うん、20代この才能のあるやつが普通の会社入ってると徹底的にいじめ抜かれる、うん、転職も繰り返す、うん、でしたたかになんとかその性格をなんとか隠してしたたかに生き残ったやつが、はい、社長になれる、うん、トップ本当のトップになれる、はい、うん、で大概いじめ抜かれて、うん、最悪の場合ニートになって自殺するんだよ、はい、うんうん、で実は僕もこのタイプ、うん、うん、で会社入って仕事も徹底的に上司にいじめられるんでね、はい、10人同期がいたら俺だけなんかいじめられて、はい、ああ、うん、でやっぱ20でどこ行ってもこうだったんだよね、はい、でやっぱ考えたこの時は分かんなかった、はい、でもやっぱ俺自分で作ろうよ会社、はい、ってやったらうまくいったっつことは、うん、ここの才能があったっつうのね、はいはい、うん、そうですね、うんうん、で事業を起こすね、はい、会社ちょっと話したくある、ね、はい、一般の企業が事業を起こすとね、はい、まあ、でここできるやつがいたと、はい、でここに来た時に、はい、この起こしたやつを失脚する大概、うん、追い出される、はい、僕も長もう10年以上前なんだけど NPO 法人を立ち上げたんでね、はい、5人ぐらいの仲間誘ってあと10何人かスタッフを雇って、はい、で立ち上げた途端に NPO 法人だからお金出したり働いても一人一票なん
だから、はい、左地から何もしてない左地が俺に脳をつけられると理事長交代させられちゃうのね、はい、俺ここで立ち上げてもう成長するぞっていうところで理事長選挙やった時に落ちたんだよ、はい、要は乗っ取りなんだよね、はい、ここだけやらして失脚させられるの、はい、であのいや変わり者だと、はい、いうことで、はい、うん、うん、で追い出しちゃうよね、はい、でうまくいきましたよね、はい、負け犬になりますね、はい、そので追い出しちゃうからここに行けないんだよその企業っていうのは。あ、はい、これ、うん、みんな骨のあるやつ誰もいなくなるここ来た時、はい、うん、ただ群がってるだけ利益、はい、うん、だから俺やっぱ10年前乗っ取られた乗っ取りにあったの NPO、 まあ自分で辞めたこともあるんだけど、はい、もうないねそれは、うん、7、8年で終わった、はい、やっぱライフサイクルでここに行って終わりだよ、はい、うん、でシンデレラのあの事業ができる人間というのはこの時にまた助けてくれる、はい、これをやって、うん、でしかも危機になったら大概このシンデレラの事業を立ち上げることができる人間が大概助ける、はい、で単なるマネジメントしかできない人間というのは、うん、まあその時無力になるだけの話なんで、はい、うん、だから温存しなきゃいけないこの人、はい、ここであの失脚させちゃダメなんだよ伸びる企業はね。あのしかも恥かかしてひどい目に遭わせて追い出すようなことをやってはいけない、はい、うん、で対面の政治あの歴史なんか見てるとこういうことあるよね。あの、うん、要はあの源平合戦だよね。あの豊臣秀吉源平あの豊臣秀吉は関係ないです源平だからな、はい、源頼朝、はい、あの義経にこれやらせて、はい、やらせるだけやらしといて、はい、どうも幕府成立しそうだね、力つけたらもう追い出して殺しちゃうんだよね、はい、うん、で歴史上うまくいったのもある、はい、長州、はい、うん、まさにシンデレラ能力があるのは高杉晋作だったんだよね、はい、これずっと温存してたこれ、はい、手焼きながら、はい、うん、でも幕長戦争にゲリラ戦をあの船でゲリラ戦って歴史上あんまりないんだよ、はい、夜中行って幕府 の船のとこ行って大砲を打ちかけてみんな沈めちゃうんだよ、はい、これ戦力全然違うんだよ、うん、で高杉晋作をこう温存したんだよ、はい、長州藩はでそれで勝てた、はい、で騎兵隊作ったのも高杉晋作、うん、でこれできる人を大事に しない組織っていうのはもう終わり、うん、はい、うん、でイエスマンばっかりになってるね、うん、でシンデレラできるやつでやっぱ策としてはこういうことを最初トップリーダー分かってなきゃダメ、はい、うん、分かっててここにバトンを渡す時に失脚なんかさせちゃダメなの、うん、でさらにシンデレラここで起こさせる、うん、そういう人たち、はい、で交代具を与えとかなきゃダメなの、うん、あのドラマの最近やってるあの NHK の連ドラマッサンもそうだね。ウイスキー作らせるだけ作らせといて、うん、追い出しちゃしないんだけど、はいはい、結局失脚するような形で出てっちゃうんだよね、はい、うん、でだからあの変わり者異端児、はい、そういうの温存しなきゃだめ。いかに温存できるかがこの企業のピンチを必ずこの人たちで救ってくれる。それ分かってる経営者ってどれぐらい、うん、いないと思う。いないというか、ほとんど、はい、これ気づく人っていないんだよ、はい、で私はたまたまここの人間でこの苦しみ分かった、はい、で20代の人もし聞いてたとしたらこれでいじめ抜かれたとしてもめげちゃダメ。したたかにこの中でいるか、うん、もしくは自分で立ち上げる、はい、うん、で本当一番20代で苦労する能力のある人間、ここの能力を持った人たち、はい、非凡なんだよこの人たち、うん、自分は諦めちゃダメだ、うん、なんとかこの人たちがどれだけ活躍できるかで世の中が変わってくる、うん、これ大体10人に1人もっと少ないかもしれない、はい、うん、で必ず僕はこういう人たちにあの能力発揮してもらいたいと思ってますね、うん。
いうことで、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。